オセアニアサッカー連盟、オセアニアサッカー連盟、オセアニアサッカー連盟、略称は、OFC は、オセアニア諸国の協会を統括する、国際サッカー連盟、FIFA 参加のサッカーの大陸連盟である。本部は、ニュージーランドのオークランド。現在、11協会が加盟している。オセアニアのサッカーは、他の大陸に比べると、実力、 質ともに劣るとみなされていることから、長年ワールドカップの自動出場権はない。なお、オリンピック U-20 ワールドカップ U-17 ワールドカップなどでは自動出場権1枠が与えられている。ワールドカップオセアニア予選は1970年メキシコ大会から1982年スペイン大会まではアジアオセアニア予選として開催され、 AFC 所属チームと本大会出場権を争い、1974年西ドイツ大会ではオーストラリアが OFC 所属チームとしては本大会初出場となり、1982年スペイン大会でもニュージーランドが本大会出場を果たしている。1986年メキシコ大会以降はオセアニア単独の予選として開催されている。オセアニア単独の予選になって、 以降は、本大会に出場するには、大陸間プレイオフ、ホームアウェイ方式。出場枠は1994年にアメリカ大会は0.25、その他の大会は0.5を勝ち上がる必要がある。ワールドカップオセアニア予選における、大陸間プレイオフの対戦相手並びに、成績は以下の通り。2006年のワールドカップ、ドイツ大会の予選組分けの際に、 当初、オセアニア予選の1位に自動出場権を与える予定となっていたが、最終的に、オセアニアの枠は、全大会と同様0.5枠とされ、オセアニア代表、1位チームは、南米コイとのプレーオフを戦うことになった。なおこの時、減枠された、南米サッカー連盟が抗議し、他の大陸の枠を減らして、南米を増枠することを要した。 また2003年6月に開かれたコンフェデレーションズカップにおけるニュージーランド代表の惨敗も0.5枠維持の原因となったとされる。2005年3月、OFC で1、2の実力を争っていたオーストラリアとニュージーランドがアジアサッカー連盟、AFC に加盟申請することを発表した。前日の通り、レベル、収益面で劣る OFC に比べ、競技レベルが 比較的高い AFC に加盟することによって、マーケティング、競技レベルの向上などが期待できる、という理由である。ただし、この2カ国が OFC を脱退すると、OFC 側に、レベルのさらなる低下などの影響は避けられず、またワールドカップ、コンフェデレーションズカップ、FIFA クラブワールドカップなど、各種大会への出場枠を調整する、必要性などが浮上することも考えられた。 最終的に OFC は同年6月にオーストラリアの AFC 遺跡を承認した。AFC 側もこれを承認し、その後 FIFA の総会によって正式に遺跡が承認された。これによって2006年からの AFC アジアカップ予選に参加することになった。2006年2月に行われたアジアカップ予選で AFC 加入後初戦を迎えたオーストラリアは、 バーレーンとの対戦で、フース・ヒディンク監督は、不在、海外組の主力選手抜きにもかかわらず3から1で、加入後初試合初勝利を飾った。ただし、その後6月から7月に開催された W 杯、ドイツ大会へは、オセアニア代表としてはしている。一方、AFC 加盟申請を発表していたニュージーランドは、OFC に残留してその中で強化を模索することを決定した。 また2010年の FIFA フフワールドカップ南アフリカ大会では大陸間プレイオフでニュージーランドがアジア地区5位だったバーレーンを下して7大会ぶりに本大会へ出場しその本大会でも全参加国中唯一の無敗0勝0敗3引き分けグループリーグ敗退で大会を終えオセアニア勢において一定の結果を示したただし 2014年に行われたブラジル大会ではニュージーランドが大陸間プレーオフで北中米カリブ地区4位のキシコに敗れ3大会ぶりにオセアニア代表が本大会に出場しなかったオセアニア地区特有の問題としてアメリカ領サモア代表選手のジャイア・サエルアは2015年のインタビュー記事でアメリカ領サモア代表は2011年にあったワールドカップ地区予選 ブラル大会一時予選以来、3年間試合をしていない、ワールドカップ地区予選、サウスパシフィックゲーム、逸話予選がすべて同じ都市で行われ、それ以外の3年間は全く試合がないと述べ、小さな島国が点在する、地理的、経済的問題とともに試合数の少なさが、各協会の強化を阻んでいる事情を語った。実際には、 ブラジル大会もその次のロシア大会も、オセアニア予選は二次予選が4年に一度開催される。OFC ネーションズカップの本大会、一次予選はネーションズカップの予選に重ねられている。4チームで大陸間プレーオフ出場権を争う三次予選は、ネーションズカップの後に単独で行われるが、一次予選で敗退するか、あるいは二次予選から登場して三次予選に、 進めなかった場合、公式戦は4年に1大会だけというサイルアの指摘通りになる。2026FIFA ワールドカップからは出場国が現行の32チームから48チームに拡大されることに伴い、オセアニアからは1枠が与えられることになった。11の国と地域が加盟している。50音順この他の3協会が巡回員として加盟している。 いずれもフィファミ加盟。なお、については、オセアニアに位置しているが、地理、距離などの関係で、グアムサッカー協会結成当初から OFC には参加せず、AFC に参加している。上記の他に、AFC から除名されたが、暫定加盟していたことがある。現在は UEFA 会員。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。